写真拡大。セントール SG2 12日中京秋の桶狭間で行われたスプリンターズエースの前哨戦は、1番人気に押されたルシテンシアがフルメールを背に2番手から堂々たるレースぶりで最重要ステップを制し、本番へ向けて2着には2番人気のピクシーナイト、3着に4番人気クリノガウディが再びまず栄光へ。これ以上ない滑り出しを決めた。単勝 1.9 倍の断然向こう上面では外からかぶせられるとは今まで経験したことのないレース運びとなったが、さすがは G1 馬、冷静さを欠くことなく直線半ばで先頭に躍り出ると、猛然と差し迫る2番人気のピクシーナイトを首差で封じ、延命に左鞭を振るった。ルメールはギリギリセーフと波乱一種、ごく早いスタートでいいポジション、決勝戦の少し前で彼ピクシーナイトを見ましたが、もう一伸びしてくれました。最後は能力で勝つことができましたねと、スピード性能の高さを再確認し見届けた松下氏も手応えを得たき、初戦をいい形で迎えられました。高松宮記念より楽に前の位置を取れたし、初めて馬を横に置いて勝って収穫がありました。速力だけでなく学習能力にも長けた快速娘の健闘に目尻を下げた。もちろん大目標は次に控えるスプリンターズ S 10月3日中山コースは大丈夫だと思う。中2周なのでまずは疲れを取って体を戻したいと指揮官は、久美さん2着に敗れた高松の宮記念のリベンジに闘志を燃やす輝きを増す、かつての2歳女王が新たな称号を求めてまいりました。